皆さんこんこにちは7月7日は七夕でしたね天の川の西と東に離れ離れになった織姫星と彦星が一年に一度だけ出会う日ところが伝説によるとその日に雨が降って天の川の水かさが増すと2人は会うことができませんでも ちょっと疑問に感じません7月7日といえば梅雨の真っ最中ですよなぜそんな日に七夕祭りをするんでしょうそもそも七夕は奈良時代に中国から伝わってきて平安時代に貴族の間で花開いたその頃のカレンダーは太院太陽暦今でいう旧暦ですね 今のカレンダー太陽暦とは約1か月のずれがある今のカレンダーでは今年の旧暦の七夕は8月7日になりますその頃になれば梅雨も明けて織姫星も彦星も頭のてっぺん元気に輝いていますこのように少し深読みするだけで謎が解けますよねところで皆さんは 七夕の夜織姫星と彦星が本当にくっつくと思いますそう思っていらっしゃる方はかなりのロマンティストです織姫星と彦星と間の距離は16光年仮に織姫星が彦星に手を振ったとしますねそれに彦星が気が付くのはなんと16年後途方もない距離ですなので 七夕の夜に二人は出会うことはありえないですねところが江戸時代この二つの星をくっつけて遊んでいたんですよどうやってって思いますよね意外と簡単です水を張った大きな桶それを庭先に出してそこに織姫と彦星を移しますそして波を起こすそうするとその波に乗って織姫星と彦星がくっつくように見えるというわけなんですね 江戸時代の人っておしゃれでロマンチックだと思いません私はこのような天文学に関する話題を歴史考古学文学哲学音楽といったさまざまな分野と融合させた講演活動をやっていますしかしそのように天文学を多角的に捉えるようになったのは あある先生の一言があったからなんです今から15年前のこと私の天文学の師匠である山田隆先生その先生から「お前プラネタリウムは何のためにあるか知っとるか?」と問われました私は割と自信を持ってプラネタリウムは満天の星空のもと解説を聞きながら宇宙のことを楽しく勉強する場 と答えたんですすると山田先生は何ておっしゃったと思いますうん一般的には確かにそうかもしれないが本質は違うプラネタリウムは生きることの意味を考える空間だと私は面食らいましたえっ一体それどういう意味その後まもなく山田先生は星になってしまわれたため その詳ししいい意味を聞くことは叶いませんでしたその時から私は遺言となった「プラネタリウムは生きることの意味を考える空間だ」の答えを探し求めて長い旅に出ることになったのですそれまでの私の講座や講演は星座の探し方流れ星の観察の仕方 天体望遠鏡の使い方、天体写真の撮影の仕方といったハウトゥーものが中心だったんですしかし山田先生から遺言,言を受け取ってから少し変わりました例えば皆さんは皆既日食を見たことありますか月が太陽の前を通り過ぎて完全に太陽を隠すことによってその周りに幻想的なコロナがふわっと広がる 珍しくてとても美しい現象ですこの映像をご覧ください <laughs> 私はこの回帰日食の仕組みとかいつどこで起こるかそしてまたどうやったら写真撮れるかといったことを中心に話をしてたんですしかし有言を受け取ってからはその現象の本質を考えるようになりました 回帰日食はなぜこれまで人を魅了するのでしょうかそれは同じ大きさに見える太陽と月がぴたりと重なることによって非日常の世界が広がるそれを見た我々は畏敬の念をそこに感じるからなんですもし月がとても小さかったらこのようなドラマティックな現象にはなりませんよね実際月の大きさは 太陽の400分の分しかありませんそれが同じ大きさに見えるのは地球からの距離がちょうど400倍違うからなんですだから皆既日食はドラマティックな現象になるんですねこれは火星や金星からでは絶対に見ることはできません自然から私たちに送られた奇跡ですここののように回帰日食のことを少し 深く知ることによって画ぜ本物の皆既日食を見たくなりませんかさて星座は今から5,000年前にメソポタミアで生まれましたではメソポタミアの人たちはどのような思いで星座を作ったんでしょうちょっと深読みしてみるとその一端をうかがい知ることができます 例えば秋の代表的な星座水亀座水亀座の周りには魚座南の魚座鯨座イルカ座といった水に関係する星座がたくさん散りばめられているんですこれは偶然かなと思ったりもしますが実はこんな理由があるんですメソポタミアは砂漠同然の地 いつ雨季がやってくるかそれがとても重要だったある夜星空を眺めていた賢者は水亀座は明け方の東の空に登ってくると雨季がやってくることに気が付いたこのことはできるだけたくさんの人たちに知らせなくてはいけない分かるようにしなくてはいけないという思いで水亀座の周りに 水に関係すする星座を配置したというわけなんですカレンダーなんてなかった時代星座をカレンダーとして活用していたんですねまさに経験から生まれた生活の知恵と言えるでしょうこんなふうに好奇心と想像力を働かせて観測や研究を 続けていくうちに私自身知識を深読みすることが前にも増して心地よく楽しくなってきたんですそして私の講座や講演の内容に奥行きと深みが生まれていきましたすると私の周りも変化が生じましたなんと私の講座や講演の聴衆が増えたのです 特にシルバー世代の方がそれは私の話を聞いてくれた人たちがきっと物事を深読みすることを楽しいと感じてくれたんだと思いますこのように知的好奇心を震わせて想像力をたくましくし物事を深く考える それが生きることの意味を考えることだと感じ始めていた2006年プラネタリウムをボランティア組織で企画運営できないかという打診を受けました私にとってみればプラネタリウムは生きることと意味を考える空間だの答えを実践するまたとないチャンス快くお聞き,聞きしましたボランティアを募集したところ 本当にたくくさんの方が集ままってくれましたしかも年齢性別人生経験生活環境がさまざまそれでいてみんな星や宇宙やプラネタリウムが大好きな人たちばかり最初に話し合ったことは生きることの意味を考えるプラネタリウムをどういうふうに作り上げていくかまず満天の星空や 天文現象は実際に見て五感で感じないとその感動は湧いてこないそしてそれをただ単に「美しい」「素晴らしい」といった形容詞一言で終えるのではなくてその裏に隠された心の底から湧き上がってくる本当の意味での感動を掘り起こしそれを表現する。 そのためには感性をいつも磨こうとまた星座の成り立ち星座神話に隠された深い意味星の一生宇宙の歴史そういったことに絶えず興味を持ち知的好奇心を膨らませ想像力を育んでいこうとまた 実際のプラネタリウムの解説においては単に星空案内や天文現象の紹介をするだけではなく解説者一人一人が人生において経験したこと考えたこと感動したことを織り交ぜながらより奥深く解説をしてさらにそこに語りかけるような話をしていこうと。 満天の星空のもとこのような解説を聞いているときっと想像力が湧いてきますそして物事を深く考えるたびにいざなわれていくことでしょうこれこそが山田先生が残された「プラネタリウムは生きることの意味を考える空間だ」の答えだと今私は確信しています プラネタリウムをご覧になる多くの方々が満天の星空に包まれて好奇心と想像力をたくましくして生きることの意味を考え一人一人が味わい人生を送られることを心から願っております。ありがとうございました